まずは速報です。今年3月、鳥栖市で両親を殺害したとして、長億24年の実刑判決を受けた19歳の長男の裁判で、福岡高裁での控訴審が来年1月17日から始まることになりました。裁判をめぐっては、矯正のための少年院装置など保護処分を求めていた弁護側が控訴。一方検察側は。 概ね適切な判断であるとして控訴していませんでした。